皆さん、こんにちは。トルコ一部ベシクタシュが日本代表フォワード浅野拓磨選手の獲得に乗り出しているとトルコメディアスポークスが報じました。浅野選手はカタールワールドカップ1次リーグ初戦で2対1と勝利したドイツ戦で決勝ゴールをマークした快速ストライカー。今回報じたメディアによると、ベシクタシュは右サイドの元アルジェリア代表ミッドフィルダーラシドゲザルが負傷で離脱。そこでシェノルビュネシュ監督が補強を要望し、ワールドカップで活躍した浅野の獲得に動いているということです。すでにベシクタシュは浅野選手が所属するドイツ一部ボーフムに移籍金200万ユーロ約2億7000万円を提示したそうです。すると同クラブからは移籍金400万ユーロ約5億4000万円の要求があったようです。同メディアは浅野のために激しい交渉が始まった、両者の交渉は継続しており、ベシクタシュはワールドカップの終わりに浅野と交渉のテーブルにつくと報じました。その一方、同メディアは日本と英国のチームも関心を持っているとし、ボーフムは選手の売却に前向きで、ベシクタシュの他にも浅野の獲得を望むクラブと連絡を取り合っていると伝えており、争奪戦となっているようです。カタールワールドカップではE 組の日本がドイツに2対1の逆転勝ちした試合で、後半12分に途中出場した浅野拓磨選手はディフェンス板倉選手のフリーキックによるロングボールに反応し、絶妙なトラップ後にペナルティーエリアに侵入、ディフェンスを背中に背負いながら右足を引きました。目の前には世界ナンバーワンゴールキーパーのノイアー選手がいる中、上空から見ても角度がほとんどありませんでしたが、浅野選手はノイアー選手のニアサイド上をぶち抜き、同38分に決勝弾を放ちました。角度のない場所からゴールキーパーの上をぶち抜く華麗なシュートで、ファンからはあの角度で普通入る、魔法みたいな引力、日本は決定力不足じゃないと驚愕の声が上がっておりました。世界を驚かせたゴールシーン、ツイッター上の日本人ファンからはノイアーからあの角度取ったんや、あの角度で普通入る、天才やろ、ワールドクラスのゴール、決定力不足と言われた日本代表はいない、あんなに狭い角度だったんだ、魔法みたいな引力、普通できひんやんそんなんと興奮した様子の声が多く上がりました。今回のワールドカップでも活躍した浅野選手、今後の活躍がとても楽しみですが、これまでどのような経歴があるのでしょうか。今回は浅野選手の経歴についてご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。日本代表のフォワードとして活躍されている浅野拓磨選手、持ち味のスピードはサッカー界でも最速レベルで、スーパーサブとして貴重な存在ですよね。浅野選手は7人兄弟の三男、男の子6人に末っ子が女の子のようです。浅野選手とは17歳年下で、兄弟の影響で幼い頃から自身もサッカーを始めたようです。小学生時代はペルナ SC、中学生時代は菰野町立八風中学校でプレーし、2チームとも県外遠征をすることはあれど、当時は全国的には無名のチームだったそうです。その後浅野選手は三重県立四日市中央工業高等学校に進学しました。三重県立四日市中央工業高等学校は偏差値45の学校です。浅野選手は2010年4月に高校に入学し、2013年3月に卒業しています。ちなみに浅野選手はサッカーに専念するために大学へは進学していません。三重県にあるサッカーの名門校、三重県立四日市中央工業高等学校に進学した浅野拓磨選手、大家族であることから家計も厳しく、地元のサッカー強豪校四日市中央工業高等学校には行けないと思っていたそうです。しかし浅野拓磨選手の可能性を信じていたサッカー部の顧問の先生がご両親を説得、その結果四日市中央工業高校に進むことを決めたそうです。高校時代はサッカー部に所属し、1年生の頃から A チーム入りを果たした浅野拓磨選手、2年生の頃にはレギュラーの座を獲得したそうです。高校2年生の全国高等学校サッカー選手権では大会得点王に輝きます。3年生の時の同大会では大会の優秀選手賞にも選ばれるなど大活躍でした。高校卒業の際には
横浜 F ・マリノスやサンフレッチェ広島などからオファーを受けます。その結果、浅野拓磨選手はサンフレッチェ広島とプロ契約を締結します。浅野拓磨選手の出身中学校は菰野町立八風中学校です。中学時代は学校のサッカー部でプレーしていた浅野拓磨選手、その頃にはすでに将来はプロのサッカー選手になることを決めていたそうです。浅野拓磨選手の出身小学校は菰野町立竹永小学校です。浅野拓磨選手が本格的にサッカーを始められたのは小学1年生の頃、2人のお兄さんの影響で、物心ついた頃から自然と遊びでサッカーをされていたそうです。もともとの才能もありますが、こういった環境がプロを目指すためには大切なのでしょうね。小学校時代は地元のクラブチームのペルナ FC に所属し、練習に打ち込んでいます。このクラブの練習の方針は勝ちにこだわるよりも楽しくサッカーをさせるというもの。浅野拓磨選手自身もこの時期に自由にボールに触れられたことがプロになった今重要だったと言っています。1994年11月10日生まれ、三重県三重郡菰野町出身の浅野拓磨選手、実家の家族構成はお父さん、お母さん、3歳年上のお兄さん、2歳年上のお兄さん、浅野拓磨選手、2歳年下の弟さん、5歳年下の弟さん、7歳年下の弟さん、17歳年下の妹さんの9人家族です。浅野拓磨選手は7人兄弟という大家族で育ったんですね。上から6人は男の子だったそうで、一番下の妹さんは家族の中でお姫様のように可愛がられたことでしょう。また兄弟は上から正樹さん、浩平さん、拓磨さん、雄也さん、文也さん、海斗さん、小春さんというそうですよ。浅野拓磨選手の名前には自分で道を切り開いて自分を磨きながら前に進んでいってほしいという意味が込められているんだそうです。そしてこの大家族の大黒柱であるお父さんはトラック運転手として働きながら家族を支えられているんだとか、お母さんも7人の子供を育てながらスーパーでパートをして家計を助けていたそうですよ。いかがでしたでしょうか。今回は浅野拓磨選手の出身校や生い立ち、サッカーを始めたきっかけをご紹介しました。すでに A 代表でもスタメンで起用されることの多い浅野拓磨選手ですが、大家族で育っていたことに驚きました。中学時代に監督や先生が浅野拓磨選手を熱心に説得してくれたからこそ今の活躍につながったのでしょうね。浅野拓磨選手のご活躍を期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。